ました。結局今回何をしてるかっていうと、その史実通りに一遍戻そうよって言ったの。ただ完全同一やったらちょっと歪むから、次元がね、螺旋がね、要するにうちの DNA が歪むから、二重螺旋がね、微妙にいろいろ変えてんねんけど、いろんな箇所変えてるでしょ。でも大筋は変えんでいい、大筋変えたらあかんから、そういう約束です。一遍史実通り戻そうと。でそれには史実通り違ったけど、まあいろいろ変換変わっていったんです、話がな。だけど本当にひどいことになったから、この宇宙は。だからまず一遍史実通りに戻そう、そこでやり直そうと。じゃあ史実はどうやったかというと、まあうちの怖い動画いっぱいあるやろまるでなんか暴力団みたいな。でもうち暴力団ちゃうし、ヤクザでもないの。うちは16仮面喫茶門の仮面をヤクザって、真ん中がうち、おつじ家天皇家は16の外や、17以降、一応18が天皇家のナンバーね。で、うちはゼロ。で、結局、あちゃのんゼロとかの、まあ、もともとおつじのその、バルディンっていう、オーディンと、フリックのシャクナ、ベルディンっていう、バルジンの語源、少女の語源やけど、男性や。まあ、少女も無敵でしょ、無敵よ。バルジンって無敵よって言うんだけどね。まあ、ベルディンの。で、結局、それは置いといてゼロなんですよ。で、リセットするから、まあ、チャノンゼロが現れたっていう意味もあるけど、ベルティンが現れたっていうのもあるけど、で、史実はどうやったかって言ったら、なる人が、まあ、うちのなんか動画を上げて、これが僕たちの種です。あなた方の種です。説明するの。こんな人でいいんですかってやるよね、急に。その後、なる人が。で、みんな、ほんまほんまって、天皇殺せってなるの。なるほど。いや、この人は天皇じゃなくて、って僕が天皇で、あ、ちゃうちゃうちゃう、そっからやり直そうぜってことになってんだ。ほんまかよ、これ、なんか作り物っぽいな、これ、死ぬんすか。ほんまうちが殺されたんかな。じゃあ、その宇宙ないねん。ないから、史実じゃないの。こんな人でいいんですかって聞かれると、女出たらいいな。そんなことだと殺されたもん、ね。まあ、怒ってんねんね、うち。だけど、うち殺されたからなくなるやん、そのうちがな。うちが殺された次元はなくなるの。もう一個な、うちが認めない次元もなくなるの。でしょで、みんな一生懸命うちを勝手に、うちに寄生して、編集して、勝手に作ったうちでもないねん、もう。もうないのよ、帰る場所。だから、みんなこの次元にいっぱいおんねん。他の次元の奴らが。この次元の座標の関係で肉体にはなられん、DNA にもなられん。それがウイルスやねんな。なんか今ウイルスも蔓延してんの。まあ、いろいろな地球でいろいろ備蓄できてんで。まあ、男性の精子も備蓄できんねんけど、卵子はできません。ね。で、あと備蓄できる場所は、まあ、石油っていう形でな、恐竜の DNA が備蓄されててんな。で、丸を焼いちゃうと宇宙に逃げるねんけど、宇宙って地球と地球の間の隙間にするから、で、上の地球に逃げようとするわけで、あ、ナンセンスって気がつくでしょ。まあ、そんなこんなで、まあ、この次元大変だったけど、でも、史実通りだったみんな思い出すから、で、シャキッとするんじゃないかな。うちが殺されるんじゃなくて、そんな次元はないし、発生できへんのか、それやったらな。滅びるためにやってるの違うから。宇宙をなくすためにやってるの違うし。だから、結局、ある人が、なんか最後打ち上げて殺されるのかなと思ったら、殺されんのもやろ、別にって思うけど、みんながな、どこまで何怒ってんのかな。うちほどは怒ってんと思うけど、もしみんなが何か怒ってるって言ったら、うちがめっちゃ怒ってるのの、みんななりの表現のや。嘘やろ。で、みんな、うちに対して怒ろうと思っても、うちと出会ったら、あれ怒り消えるはずや。だって、怒りの根源はうちやから。その怒りのベクトルを勝手に編集してるだけでしょ。じゃあ、まあ、得ていいの、皆さん。うちに思ったら、その怒りのベクトル、うちには向かへんや。な、うちから発生してるベクトルやからやねん。じゃあ、鏡持ってる。歩くんか。かっこ悪くな。スマホの鏡機能とかあったら、眩しい。違う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 。まあ、警察そうちまるよ、そんなことかな。うちも鏡がめっちゃ強いからな、もちろん。
な、ひょういちゃうからな。ひょういでは鏡に弱いですよ。な。じゃあみんな、もろはの刃やん。お互い、鏡に向けんように。お、向けたよって言うと、うちが全員ひょういやから。向けんな、向けんな。大パニックしちゃう、俺、鏡ってやつ。まあ、そんなこんなで、まあ、電話が処刑された最後、そういう、おちゃらけというか、その、なん、ずっこけというか、ドジ踏んだ、みたいな、なんか、なる人が、で、テントは僕で、ドジ踏んだ、その、ドーンとしてるかもしれないし、とにかく、なる人がやで。どんなふうな死に方するのかな、と、わしらやで。うちの先住民は、楽しみにしてるけどな、そのな、白民族やから、あんまり気になれへんねん。猟奇的でもないし、ただの罰やからな。2700円よ、2700円やって、2700円よ、一億に乗っ取って、お茶あげてくれたなって思うけどな。そうそうそう、濃い理由やで、重い理由やで。イスラエルなんか、はるかにね。な、なんか、西浦がだけ言ったけど、パクパクだけ言ったけど、西浦が。金魚みたいに。金魚が増えないっつ、うちに。えー、こいつが。またくじくも今日うち、なんか赤いこんな。もう最低は最低を重ねるもんやな、西浦みたいに。